自分の人生の目標設定っていうところで、なんか今はまだ30歳ぐらいまでにこういう自分になりたいなっていうのがあって、そこからとりあえずじゃあ20代のうちは一生懸命とにかく死に物狂いでたくさん働こうっていうような形で、あまりこう長期的な目標とかがなかったりとか、30歳になるまでの道のりもすごくアバウトな道のりしか考えていなくて、その辺のこう、まあ、具体的なこう歩み方だったりとか目標設定っていうのがどうすればいいのかなっていうのが今回の質問でございます。なるほど。例えば、はい、もうそういう話をしてるってことは、自分の中で30歳の時にはこうなってたいっていうのは何かあるんですか？自分自身としましては、まあ、結婚とか子供が欲しいっていうのもあるので、まあ、こう結婚した時に自分のこう将来の奥さんにこうもうお金の心配とかせずに、もう働きたかったら働いてもいいし、なんか子育て専念したかったら専念していいよって言える自分になりたいなって思いますし、かっこいい30歳だね。子供にも子供にも好きなことをちゃんとやらせてあげたいですし、っていう面でやっぱこう経済的なところとか心の面でもある程度余裕を持っておきたいなっていうのと、あと自分の両親にレクサスをプレゼントしたいっていうのが、いい息子だね。素晴らしいでね、そう素晴らしいと思うんですよ、はい、じゃあ実際に30歳でそれ実現してる人何人ぐらい知ってます？個人的には全然知らないです、うん、ってことはネットでもいいから、まず30歳でそれを実現してる人がどれぐらいいるのかっていうのと、そういった人たちの人生が20代どうだったのかっていうのを調べるといいですよね、はい、例えばね、じゃあ30歳で英語は話せるようになりたいって目標を設定したことをイメージしてみましょうよ、はい、そうするとね、30歳で日常会話に困らないぐらいだったら、ここからまだ何年かあるかこういう形でいいんですよ。でも、はい、30歳で通訳ぐらいまで行きたいって言うと、またこれぐらいなカーブがきつくなるんですよね、はい、で30歳でネイティブ並みに話せるようになって講演したりとかテレビに出演したりしたいって言うと、こんなカーブでいかないとダメなんですよ、はい、だから30歳でさっき言ったようなことを実現しようと思ったら結構カーブきついんですよね。そうですね、はい、うん、だから普通だったら無理ですよね、はい、うん、ってことは普通じゃないやり方でやるにはどうしたらいいのかっていうのと、それがそもそもできるのかってことと、はい、それやった人はどういう20代を過ごしたのかってことを研究することで、それを自分がやれると、はい、うまくいくかもしれませんよね、はい、うん、でもただ頑張るとかそういう処方箋だとそこに行きつけないはずなんですよ、うんうん、それはね、こう B さんでビーチサンダルで散歩してるうちにエベレストに行けないんですよ、はい、うん、高尾山ぐらいならなんとかなるかもしれないけどねそう、それはだって電車に乗って登ればいいわけだから、まあ、ちょっと足は痛いかもしれないけど、はい、まあまあ無理じゃないじゃないですか、はい、でも20歳でそんな状態になるっていう、20代でそうなるってことは相当エベレストまで行かないかもしれないけど、富士山ぐらいは厳しいかもしれませんよね、はい、うん、富士山って登ったことあります？ないです、はい、友達とかに聞いてみて B さんで富士山登れるかなって言ったら、まあ無理じゃないけどきついよって言われるんじゃないでしょうか、はい、うん、だからそうやってちゃんと緻密に考えて、果たして本当にその29歳とか30歳でそこに行くまではどういうふうにしたらいいのかってことを調べるところが最初のステップですよね。でそれがすごくワクワクして、よっしゃ行ってやろうと思うとだんだんテンション上がってくるし、あ、これ35歳の方がいいなと思ったらちょっと目標ずらしてもいいわけですよね、はい、うん、そうやって考えてみてください。はい、わかりました。はい、素晴らしい質問でした。はい、ありがとうございます。頑張ってね、はい、覚えておく、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また何年後かしたら、あの時の健吾ですって言って、あ、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ください、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、本日はありがとうございました。自分の人生の目標設定っていうところの質問をさせていただきまして、まあ、実際にこれから自分がどういう行動を取っていったらいいのかだったりとか、まあ、今回、自分と似たような目標の人を探してみるのもいいんじゃないというようなアドバイスもいただいたので、まあ、そういった点含めながらこう人生のメンターみたいな人を探しながら、まあ、今日は自分の人生の目標を、達成するための貴重ないい機会となりました。本当にありがとうございます。